続いてです。2020年オリンピックの競技会場について小池知事は、政府と組織委員会、それに IOC 国際オリンピック委員会を交えた4者協議で見直し案を複数示す方針である考えを明かしました。最初は私、東京都としての考えというのをまとめようとしておりましたけれども、しかしむしろ IOC 側から一つに決める前に話し合いをよろしくという話が来ておりますので、そういった形で少しこれまでとは変わってきております。競技会場の見直しをめぐって小池知事は、これまで今月中に東京都としての一定の結論を出す方針を示していました。しかし今月18日に会談した IOC のバッハ会長から、会場の見直しについて決め打ちをしないでほしいと話があったことを受けて、複数案を示す方針に変更したということです。4者協議の開催時期については調整中としましたが、小池知事は4者協議を見直しのラストチャンスだと位置づけており、来月1日に都の調査チームが発表する提言を踏まえて協議に臨む方針を示しています。一方、都議会では昨年度の決算を審査する特別委員会が開かれ、豊洲市場について各会派から質問が相次ぎました。市場は盛り土は行いましたと、こういう答弁をしたわけであります。27年度のこの予算の執行においては、まさにこの地下空間をの工事を行っていたということになるわけでありますけれども、この予算に対する説明と実際の執行というのはですね、異なっていたということになりませんか。議会に対する答弁、そういった中でこれまで事実と異なる説明を行ってきたことは事実でございまして、この場をお借りいたしまして本当に申し訳ございません。お詫び申し上げます。また自民党の議員からは、移転延期で市場関係者から都への信頼が損なわれたのではという問いかけに対し、都は市場関係者に対して適切な情報提供など丁寧な説明を行っていくと答えました。